こんにちは、遠藤さくらです。新年明けましておめでとうございます。なんとさく散歩が新年一発目の配信中でね、流れる動画ということで、一発目だって大丈夫かな。なんか今もすごいそわそわしてるんですけど、今はどこにいるでしょう。じゃんじゃーん見えるのかなこれ。ここは佐賀嵐山です。ということは京都に来ています。イエーイ京都好きです。来たかったし嬉しいなと思います。風今日は嵐山をブラブラ歩いたり、あとは着物を着たり、まあいつもと変わんないと思います。ゆるめの動画になると思います。ごめんなさいじゃあ行きましょう。はい なんかちょっとお腹すいちゃった。食べたいけど寒いけど、ちょっと寒いよ。大学芋だって美味しそう。寒い。あ、ソフトクリームだって美味しそう。今ね、実は新年一発目の動画なんだけど、撮ってるのは12月です。今12月、だよ。美味しそう。うわ、美味しそう今日ちょっと何か食べたいよな。何かないかな。おまんじゅうとかね、和菓子大好きだから、バター飴。あちょっとわらび餅発見しました。食べちゃおうすいません、お待たせしました。はい、一人で。はい、ありがとうございます。じゃーん、無事買いました。ちょっとね、ゆっくり歩いて食べ、歩いてじゃなくて座って食べられる場所をちょっと探しにしばらく歩こうかなと思います。ガチャガチャいっぱい。かわいい。嵐山の景色を手のひらサイズのミニチュアフィギュアに。あ、ちょっと待って、好きかも。ちょっと魅力的すぎて。あ、待って、お風呂の思い出とかある。ちょっと可愛いな。人が多いね。コロッケある。これも買っていいのかなえっと、京都牛コロッケを一つお願いします。ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。いただきます。オッケー買えたよ。よし、買えたので食べます。危ない。いただきます。
美味しい。うまい。うますぎる。めっちゃ美味しい。美味しい。やっぱいいな、コロッケ。完食。はい。これはさっき買ったわらび餅です。ちょっと寒い。わ、こんな先ね、あの熱々のコロッケを食べて、次わらび餅食べます。わらび餅も美味しいよね。いただきます。うん、うまい。美味しい。間違いないね。このおせんべいはさっきね、やってくれたお姉さんがこれも美味しいんですよって入れてくれた。完食。美味しかった。よし。今日は着物も着たいんです。だから着物ね、着せてくれるところに行こうかな。じゃあマスクがうまくできないでもさっきから着物着た女の子とかいっぱいすれ違うけど、みんな可愛いね。やっぱり可愛い。なんかここら辺は静かだね。もう手がキンキンだよ。シワシワになっちゃう。寒寒寒寒。あ、踏切。あ、ここか。着いた。よし。緊張するよね、こういうの。大丈夫かな。失礼します。お、あ、こんにちは。あ、こんにちは。予約した遠藤と申します。はい、お願いします。お着物まず選んでください。はい、好きなものどれでも大丈夫です。はい、はい、はい、え、こんないっぱいあるの選べるかな私すごい綺麗、綺麗な着物。あ、どうしようどうしようどうしよう。絶対選べないよこんな種類って。ちょっと待って。紫。おー、青かわいいな。白。どうしよう。行ってきます。行ってきます。はい、着替えました。ちょっと着替えました。行きます。せーの、じゃーん待って、もうさ風で大丈夫かな。生きてる
こんな感じに素敵にね、あ、見える、あ、プルプルするこんな感じでよっこらしょー、可愛くしていただきました、ありがとうございます。で今ね、目の前が着物フォレストっていうところなんだって。だからちょっと行こうかなって思ってる。ちょっとおでこが出ちゃうよね恥ずかしい。よし行こう。あ、じゃーんわ、見て、まだもみもみ紅葉がちょっと残ってる綺麗。よいしょ、うわー綺麗だよ。よっしゃっしゃっしゃすごいね、映えスポットなのかしらここは。そうだよね、綺麗だもん、なんか、すごい、めちゃめちゃ綺麗じゃんあ、こっちは駅だね、すごいな、めっちゃ映えてます寒い、寒くて寒くて、うん、うまっ、おいしい。お団子食べました美味しかったな、熱々で出してくれた、あったかいお茶も飲んでちょっとあったまったかな。でもやっぱり京都はあれだよね、にぎわうよね。めちゃめちゃ久々に来ました。なんと本当小学生ぶりぐらいになんかこんな人混みに来てるかも。ちょっと人が多いから走って抜けます。よし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 、人が多い。よしよしよし、すいませんすいませんすいませんね、すいませんね。人が多いわ。あ、すごい、なんか素敵な場所に来たかも。あ、すごい、めちゃめちゃ綺麗じゃん、綺麗綺麗、素敵だわ。でもいいね、やっぱ綺麗だな京都、街並みが。今度はもうちょっとあったかい時期に行きたいな。今日は寒い中、寒い、今日寒いしか行ってない気がするちゃんと楽しいよ。縁結びの神だって、縁結び、ご縁がありますようにだね。ちょっと上にさ、紅葉残ってるよ。見えてんのかなこれちょっとオレンジ、かわいい。あ、これか、見えてるのかな。行きます。あ、ちょっと前の方がいらっしゃるから、すごい。
ケー、恥ずかしいわ。ちょっと今から坂だよ。すごい坂だよ、坂道。すごい。もうこの動画が流れてる頃は2023年なんだけどね。今年の抱負、今年の抱負か、なんだろうなね。もうね、待って、坂道。なんか来年の自分が想像できなさすぎて、全然抱負とか決めらんない。まあ一生懸命頑張るしかできないんだけどね。よいしょ。みんなは紅白見てくれたかな。どんな紅白になっただろうか。あ、でもちょっと静かになった、ここら辺。ちょっとね、今回人が多くて喋るのがとっても恥ずかしくてね、あんまりいいの撮れてないんじゃないかって勝手に心配してる。大丈夫かな。まあでもとっても楽しい年末を越したし、今は新年でね。みんなはお正月ぬくぬく過ごしてんのかな。ぬくぬくが一番いいよね。本当はさ、もうちょっと早くに来て秋の紅葉を楽しみたかったなって思ったんだけど、気づいたら12月になってました。だからね、若干もう散っちゃったかなって、なくなっちゃったかなって思ってるんだけど、でもあ、なんか若干オレンジよ。若干まだ生きてるね。あ、でもいいじゃん、こんぐらいの紅葉も好きよ。冬がやってくる感じの綺麗じゃん。こっちの方が分かる。やっとなんかちゃんと全身見せられる気がする。どうですか、なんかね、色味はちょっと落ち着いた色が良かったので、暗めの青を選んで、帯はなんて言うんだろう、グレー白。あ、ちょっとカイロが見えてる。カイロが見えてる、ごめんなさい。寒いからさ、あ、ほらほら。許して。で、あの赤でね、ちょっと色を出しました。そう、ちょっとね、あ、そう、手にも持ってんだカイロ。もういいや、ここに挟んでます、カイロ。こんな感じ、可愛くしていただきました。嬉しいね。優しかった、やってくれた方もありがとうございます。ほらほらほら、見えてんのかしら、紅葉じゃん。ね、あれ見えます、渡月橋。初めて生で見た。待って、人力車乗りたいかも。乗れるかな。こんにちは。人力車乗りませんか。あ、いいですか。ぜひ。あ、お願いします。やったー。
お願いします。はい、よよよ、こうか。はい、はい、よし。初めてです。初めてです。はい、わあ、やったー、すごい。いいとこでしょ。めっちゃいいとこですね。YouTube あ、そうです、乃木坂46っていう YouTube があって、それに出ると思います。早速登録しますね。わありがとうございます。わすごいすごい。すごい。ちょっと寒くてコートを着ました。あのね、人力車初めて乗ったんです。今ここをね渡ってきて、人力車初めて乗ったんだけど、いいね、楽しかった。あの人力車の兄ちゃんがとっても優しくて面白くて楽しく乗せてくれたので、またいつか乗りに来たいなと思ってます。こんな感じで佐知散歩第3弾は終わりかな。ちょっとね寒くてごめんね、最後コート着てるんだけど、すごく満喫しました。ゆるい動画だけど見てくれてありがとうございました。